こんにちは。お参りいただきましてありがとうございます。思えばこの五穀岡山の五穀神社に、来させていただきましたちょうど5年前の4月22日、昭和の日以来、早いものでもう5年の歳月が流れてしまいました。愛媛県で、中学生に社会科を教えております。今日のお話はこの紀元節の良き日でありますけれども、中学生に言うようなことを申し上げます、私の話がよくわからない方はちょっと中学生同じぐらいのレベルなのかなと思います。仕事柄なるべく簡単な言葉回しで言いたいところです。で、中学生に例えば天皇陛下のことであるとか、あるいは日本の歴史のことであるとか、いうふうなことをいきなり語ってもですね、なかなかその子どもたちと私たちの世代の間の共通のなんか知識といいますか、センスといいますか、歴史意識といいますか、そういうものがないのでなかなかうまくいかない。もちろん職業柄天皇陛下のお話はするわけですが、ある日唐突に例えばこんな素晴らしい天皇陛下がおられたとかです、ね、こんな感動的なお話があるなんか言ってもですね、まるでそのコンクリートの上に苗を植えるようなものでして、なかなかこう発芽しない。で、子どもたちの中ではその、いわゆる歴史的な知識として、しかわからない子ども、なかなか心情までこう根が生えてこないというふうな恨みがございます。で、なるべくその生徒が今知っていることとか興味があることとか、あるいはなんか意欲を持っていることとか、そういうふうな生徒の引き出しの中に入って、それから日本のこと、陛下のことっていうのをこう語る必要があるんではなかろうかという気が、いたします。で、今日最初にお話しいたしますのは、中学生に言う話なんでありますけれども、漫画から入ります。ドラえもんをご存知ですか？知ってますね。もう国民的な漫画なんですが、あのドラえもんの最終回は皆さんご存知ですか？一番最後どうなるか。実はですね、ドラえもんが壊れるんです。動かなくなってしまう。いつもの通りジャイアンにいじめられて、ドラえもんとか言いながら彼が2階に上がってみると、ドラえもんがですね、ひっくり返ってる。で、どうしたの、なんで動かないのって彼は聞くわけですが、ビクトもうんともすんとも言わない。で、彼は困ってですね、ドラえもんの妹にドラミちゃんというのがいるんですね。あれに聞くわけですよ、電話で。どうして動かないんだろう、こんな状態なんだけどって聞くと、そのドラミちゃんがですね、電池が切れてる。で、のび太もほっとして、なんだ電池が切れただけか、じゃあさっさと入れ替えてよって言うんです。ところがですね、皆さん、ドラえもんってタヌキだと思ってる方がいるんですけど、あれ実は猫型ロボットって言いまして、本当は耳がついて、こう両方に耳があったんですね。ところがなんか途中でネズミにかじられたかなんかで耳がなくなりまして、以来ドラえもんはネズミが嫌いという設定なんですが、実はですね、その電池を変えることはできるんだけども、普通の猫型ロボットであれば問題ないんです。ところが電池を変えるときの記憶のバックアップ機能がですね、あの耳に入ってるんです。ということはどういうことかというと、電池を変えればドラえもんは、お兄ちゃんは動くようになるんだけども、もしそれをしてしまうと今までの記憶が全部飛んでしまうっていう、他に方法がないっていうんです。で、そのバックアップ機能までなくなったら、たとえドラえもんが動くようになったとしても、今までのこの長い間彼と一緒に、あるいは仲間たちと一緒にいろんな冒険をやったり、いろんな経験をしてきたことが全部飛んでしまう。真っ白の記憶のドラえもんが生まれ変わったって、そんなのは僕は嬉しくない。そこでのび太はですね、一大決心をします。僕が直す、僕が直すっていう。それから0点ばっかり取る
霊典コレクターと言われたあのドビタ君がですね、ひたすら勉強に励むんです。そして高校に入った時には、あの一緒にいたそのデキスギ君というやけに出来のいい男の子がいましたが、あのデキスギ君がですね、こう言うんです。もう僕の力じゃドビ君もかなわないな。ダントツのトップだったんですから、ね、そして月日は流れ、彼らは大人になりですね、デキスギ君はなんと内閣総理大臣になるジャイアンは実業家として成功し、スネ夫は芸術家として、名を成した。そしてですね、のび太君は静香と結婚した後、世界的な、ロボット工学の博士になるんです。そして、家を蓄えたのび太が自分の妻静香に向かって、静香こちらに呼んで研究室にいざないます。静香、ドラえもんを覚えているかい？もちろんよ、ドラちゃんのことは私たちの子供時代の全てなら忘れたことはない。ドラえもんは治ったんだよ。そして彼がスイッチを押すと、ドラえもんが目を開いて、そしてのび太くんの顔を見て、のび太くん、宿題は終わったの？これがラストシーンで、そういう話を中学生にいたしまして、たとえドラえもんが電池を入れ替えて動くようになったとしても、共に過ごした共通の記憶を失ったドラえもんはもうそれはドラえもんではない。私たち日本人というのは同じ記憶というもの、同じ歴史というものを温めて初めて日本人なんだね。君たちは日本に生まれて日本の国籍を持ち、こうやって学校に来ている。でも君たちは本当に日本人なんだろう。今聞いてみると、君たちは何にも知らないじゃないか、日本のことを。日本の国がいつでき、どなたが作り、そして今年で何年目になるのか、日本の誕生日っていつなのか、なぜそれが2月11日なのか、君たちは何も知らないじゃないか。小学校時代一体何を勉強していたんだろう。それを最初に習うのが歴史の勉強じゃないのか。じゃあ一緒に先生と勉強しようというところから始まります。私たちは国籍だけ、あるいは生活圏だけ日本であればいいのではなくて、共通の思い出を持ち、そして、父親や、あるいは祖父母、もっとご先祖と同じような人物について、同じ日本人として語り合うことができる共通のそういう認識を持って、初めて私たちは本当の意味で日本人になることができるんだ。今から君たちは中学校で社会を勉強するけども、歴史を勉強するけども、そういうことを学んでいこう。君たちもまた日本人の一人になるために今から歴史を勉強しようというふうに、言います。今日は資料を用意いたしました。一番最初の資料、これはロシアのソルジェニーツィンに、あります、一国を滅ぼすにはまずそのルーツを断ち切ること。断ち切るにはどうするか。記憶を破壊せよ。自分は何者か、出自はどこかという認識を打ち消すのだ。そうすることによって国や民族を簡単に滅ぼすことができる。今日は2月11日は日本書紀に書かれました旧暦の1月1日、2673年前に、神武天皇が橿原宮において即位された寝た日であります。そういう民族共通の神話というものを2世代続けて教わらなければ、その民族は滅亡するというふうに言われております。その言葉が真実だとすれば、実はもう2世代目というのは終わりに近づいているのではないだろうか、そういう心配をしております。そして私たちが歴史を勉強するときに、もちろん歴史好きの子どもというのは今日も過去もたくさん、またこれからもいるわけなんでしょうけれども、果たしてその歴史を振り返る、特に私たちの国史、国の歴史を振り返るということは一体、どういうことなのであろうか。小林秀夫さんという大変、素晴らしい先生がいらっしゃいますが、この先生が学生時代に、私は歴史を一度も面白いと教わったことがない。歴史というのは暗記物だ。今でも中学生は言います。暗記力が悪いんで社会の成績は悪いんです。平気で私に向かって言います。そうか、先生も一生懸命年号をいい国作ろう、源頼朝とか、一生
懸命覚えた覚えあるからそれは分からないんでもないんだけども、でもテストの点数を取るということと歴史を勉強するということは似て非なるものだから、それは違う。で、小林秀夫さんは歴史を上手に思い出すということが大事なんだというふうに、言われています。2番目の資料に歴史を見る目、大変これ眼蓄のある言葉です。歴史を貫く筋金は僕らの愛惜の念というものであって、決して因果の鎖というようなものではないと思います。それは例えば子供に死なれた母親は子供の死という歴史事実に対しどういうふうな態度を取るか考えてみれば明らかなことでしょう。母親にとって歴史事実とは子供の死という出来事がいつどこでどういう原因でどんな条件のもとに起こったかという単にそれだけのものではありません。かけがえのない命が、かけがえのない命が取り返しがつかず失われてしまったという感情がこれに伴わなければ歴史事実としての意味を生じますが、一番最後にこうあります。母親の愛情が、終わりから3行目です。母親の愛情が何もかものもとなのだ。死んだ子供を今もなお愛しているからこそ子供が死んだという事実があるんだ。これはですね、日本の歴史を振り返るにあたって非常に大切な視点であると思います。つまり、よくこういうことを言う人がいます。日本の愛国心とか言うけども、日本の国って果たして愛せるような歴史なのか。国が愛せるような歴史を作ってから初めて愛国心と言え、そういう意見がありますが、実は全く違う。逆に言えば、愛国心があるからこそ私たちは日本の歴史が見えてくるということが、言えます。でもちろん、マイナス面のない国など、マイナスの歴史を持ってない国など、この世にあろうはずもありません。私たちの短い人生を振り返って、たかたか50年か100年の短い人生を振り返ってみるだけでもですね、もう思い出すだけで恥ずかしくなるような出来事って皆さん山のようにあるんではありませんか。本当に私自身恥多き人生を、送ってきて、もう二度と思い出したくないとか、その話はするなとか、怒るぞとか、そういうことはもうたくさんあります。明らかに自分のミスであるとか、悪意であるとか、人間ができていなかった、まあ未だにできていないんですけども、そういうことって山のようにあります。国の歴史に至ってはもう星の数ほど、そういうマイナス面というのは、あると思います。ところが、私は生徒に言います。君たちお父さんお母さんが好きですね。なぜ好きなんですか。素晴らしいお父さんとお母さんだからですか。お父さんはスラッとしてかっこいいし、渋いし、なんか舘ひろしみたいな顔してるし、お母さん美人で黒木人みたいだし、料理はうまいし、給料は多いし、部下からは有能だと言われてるし、休みの日は遊んでくれるし、周りの友達がお前のお父さんとお母さん美男美女だよねって言ってくれるから、だから好きなんですか。違いますよね。お父さん酒に酔っ払って時々わけのわからない歌歌うし、ご飯食べてるとおならしたりするし、お母さん韓流ドラマばっかり見てご飯作ってくれないことあるし、ラーメンで食べてもいいと言うし、でも自分の両親だから子供は親が好きなんです。さまざまなマイナスもあるかもしれない、だけど血のつながった親だから子供って親が好きなんやりますね。私ね、8年前に父親を失いました。ちょうどですね、松山でその教科書の大きな会が、講演会がありまして、今千葉県知事をお務めの森田健作さんをお呼びして教科書についてお話をする日だったんです。6月の4日だったと覚えていますが、で私もその講演会の後の、パネラーとして、演壇の上に、上がることになっておりまして、その会がありました。で、ちょうど愛媛県 の姫銀ホールという非常に大きな会場でそれがありまして、終わって、森田健作さんを挟んで、今日は良かったですね、大勢の人が来てくださってなんていう打ち解けた話をしている最中に携帯が鳴りましてですね、親父が倒れた。昨日まで元気だったんですよ、急に倒れたって言って、慌てて日赤まで、近かったんで走っていきます。
で、救急車で親父が運ばれてきまして、もう命というかもう意識が全然ありませんでした。まもなく心臓マッサージを終えた医者が私に言いました。もう構いませんか。今でも思います。もう構いませんか。構いません先生、ありがとうございました。お風呂が泣き崩れました。葬儀の時、私は長男でありますので、喪主を務めました。初めて喪主というのをやったんですが、その時通夜の席で、親父のいとことか親戚が集まって、もう70、80、そういう一世代上の親戚が集まりまして、うちの親父敏夫と申します。敏さんはな、なかなか物を言わん口の重い人やった。ニコ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 して、うちの男で、あの親父は大男で、口数の少ない、ね、男だったんです。私殴られた経験が一回もない。温厚な人やった。だんだん、通夜の席で酒も入ってますから、みんなですね、いろんな話をそのしてくれるわけですね。あん時にも、敏さんは飲めん酒を飲んでから、もう暴れてからみんなで困ったもんよと。ほら、大男で力が強いもんやから、もう3人で寄ってたかって押さえつけたなっていうような、ガラスは割るわね、もうなんか皿は投げるわ、大変だったとかですね、いろんな話を、聞いたことがない話をですね、たくさんしてくれる。私はちょうど教科書問題で走り回っていた頃でありましたが、その通夜の席でですね、分かりました。日本の国の教科書というのは、つまり親を亡くした子供の目線で書かないといけないんだということを、私はその時に、悟りました。親にはもちろんプラスもあれば多くのマイナスもあっただろう。しかしながら一生懸命自分たちを育み育ててくれた、その親が亡くなった時に血のつながった子供が、あるいは子孫が、それをしみじみと思い返して、通夜の席で亡き人を語る語り口こそ日本人が書く歴史教科書の目線なんだ。私はその時悟りました。ちょうど終戦60年の年でありました。私は日本会議の方に頼まれまして、その年松山の護国神社でお話をさせていただくことになりました。終戦60年、記念すべき年であります。うちの親父は戦争中青島におりました。電気関係の仕事をしておりましたので、無線機を背負って通信兵をしておったと。目の前で鉄条網を切る工兵が次々と敵の機関銃に撃ち殺されていった。そういう話を小さい時に一回聞いたことがあります。まさに視線を越えて親父は中国大陸から帰ってきたわけです。その大東亜戦争で亡くなられた多くの英霊たちが60年終戦還暦を迎えて、その8月15日に、地元でお話をさせていただくことができました。講話の前に称号を持ちまして、宮司さんが神呼びの太鼓を叩かれまして、昇進の儀が行われました。私は今でも覚えております。非常にいい天気だったんです。夏のセミが鳴く、緑に囲まれた、ものすごくいい天気だったんです。それがですね、まるで太鼓の音に誘われるかのように一転にわかに駆け込んだ。びっくりしました。そして雷が鳴り始めたんです。ゴロゴロと。そしてまさに車軸を流すようなですね、大雨が境内を覆います。もう屋外を 2,3 メートル歩くだけで背広がずぶ濡れになるようなとんでもない大雨なんです。降り始めたんです。びっくりいたしました。そして行進の儀が終わり、みんなが拝殿に入った時に、まるで先ほどの雨が嘘だったかのようにカラッと再び夏の青空が、戻り、セミが鳴き始めました。一体何だったんだろう。居合わせたみんなが非常に不思議な気持ちになりました。英霊が来てくださったと私は思いました。親父来てるか、そこに来てるか、あんたの息子が今から話をするぞ。日本について、大東亜戦争で亡くなられた
多くの英霊の人たちに対するせめてもの報恩の気持ち、感謝の気持ちを超えて、あんたの息子が今から話をする、聞いてください。そういう思いで、お話をした覚えがあります。私は十数年間教科書問題に、取り組んでまいりました。現在も4年に1回、教科書の採択が行われます。で、来年再来年がまた再び採択に、なります。幸いなことに私どもが携わりました育報社という、富士産経グループの教科書が全国で 4% のシェアを、一昨年の夏取ることができまして、今年で今年度の4月から、使われております。全国5万人の生徒が使う。愛媛県に至っては5人に1人の生徒がこの教科書で現在、勉強をしております。で、先週ですね、学年集会というのがございまして、そこで私は学年主任を今しておりますので、生徒にこのような話をいたしました。子供というのは絵で見せた方が早いのでですね、こんな絵を作ってくるわけですね。3人の江戸時代の話です。3人の男が、釣りに出かけました。まあ何でもいいんですけども、ですね、これ太郎君だったかな、太郎君で、これがですね、小吉さん、なんでもいいんです名前で、これがね、作兵衛さんという名前つけたね。この中年の小吉さんと年取った作兵衛さんって、ね、親戚なんですね。おじさんとおいっ子になんですね。まだ少年の太郎君っていうのがいるんですね。3人で、釣りに行きました。川の中洲にですね、小さな小屋がありまして、そこまで船で渡って3人釣り竿を出して、釣りをしていたところがですね、急に空模様が怪しくなって雨が降り始めた。そこで3人は竿を畳み、今日はこの小屋で夜明かしてまた明日の朝釣ろうじゃないか、まあ、そうしようということで、その小屋で泊まることにしました。ところがですね、夜寝ていますと次第に風雨が強くなり、雨は一かな止む気配があります。若い太郎君が目を覚ましてみると、足元が川の水で濡れているんです。その小さな小屋まで、水かさが増してきたんです。大変だ、二人とも早く起きて。二人を叩き起こして小屋の外に出てみると、嵐になっております。一刻も早く川を渡らなければ、この中洲はですね、小屋ごと流されてしまいそうです。ところが船は洪水で流されたんですよね。船ありません。かといって岸辺を通るしても、こんな夜更けですからあるはずもなくですね、次第に水かさが増えてくるんです。早く逃げよう。ところがですね、このお年寄りのこの作兵衛という老人は足が悪いんです。一人では逃げられない。どうする、早く逃げないと、もうこうしてる間に、話してる間にも水かさが増してくるわけです。でやがてめきめきと小屋が悲鳴を上げ始めました。柱が折れる寸前です。まずい、もう膝まで足を、浸っております。お互いに顔を見合わす3人です。一体誰がこの老人を背負ってこの濁流の中を逃げようというのか。そんなことをしたら助かる命もきっと助からないでしょう。小吉は一人で川を渡り始めます。後ろから作兵衛が叫びます。小吉、おめえは俺を見捨てていくのか。たった一人の王子である俺を見捨てて、おめえは一人で逃げるのか。おじき、いい礼してくれという彼の声も嵐に消え、その姿も川の向こうに消えていきました。
太郎は決意します。おじさん、俺におさて。太郎は帯をほどくと、自分の体と作兵衛をしっかり結びつけて、いい、しっかり持ててよ。川の中を一歩、また一歩と、ともすれば流されそうになる足を踏み出して川を渡ろうと決意します。彼ら二人は荒れ狂う波に何度も飲まれ、その度に太郎は水を飲み、鼻や口に濁流が入り、もうダメか、何度も思いました。それでも一歩ずつ作兵衛を背負い、作兵衛を背中で、ダマ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 、一生懸命念仏を唱えております。死に物狂いの結果、向こう岸の河原に木が見えた。その木の枝を掴んだか掴まないか、よく覚えてないうちに太郎はついに意識を失ってしまいます。どれぐらい時間が経ったでしょうか。太郎はやがて目を覚まします。彼は河原に寝かされ、ござの上に寝かされ、村人たちが、お、目を覚ましたぞ。太郎を覗き込んでいました。横で作兵衛が、お太郎、大丈夫かお前。座り込んでいました。洪水によって水門が壊されたんじゃないかと思った村人たちが美濃を着て水門を調べに来た時、太郎の背中で念仏を張り上げている作兵衛の声が村人の耳に入った。目を覚ました太郎は言う。そうだ、正吉さんはどうしたんだろう。僕らよりも早く川を渡ったはずなんだけど。途端に村人たちの顔が曇ります。何があったんですか。作兵衛が言います。正吉はな、正吉は水門のところまで流されとって土左衛門になっとったわ。正吉は溺れ死んでいました。たった一人のわしを見捨てて一人だけ逃げるようなあんな薄情な男が当然で、口汚く老いを罵る正吉の声を耳にしながら作兵衛太郎は考え込むんです。自分たちが助かったのは一体なぜだろうか。そこで中学生に質問します。なぜ太郎は助かったんでしょう。ガラガラガラ、中学生が話し、やがて手が上がります。はい、どうぞ。当てると、太郎は作兵衛の体重を背負っていたからです。その通りです。荒れ狂う波の中で流されまいとして作兵衛の体重を背負った、二人分の体重を背負った太郎は川に流されなかったんだね。でも一人分の体重で逃げたこの正吉は踏みとどまることができず水門まで流されて溺れ死んでしまった。これは江戸時代のお話なんですけども、みんなはこの間、実はですね、うちらの地区で駅伝大会がございました。1年生、今年はなかなか足の速いのが揃っておりまして、学校を代表して、随分駅伝選手がたくさん出ました。1区とか最終区とかですね、1年生が走ったんです。で、吉本君、起立。君、駅伝で第1区走ったけど、その時、先生に、他の先生に聞いたら、彼は助けを出して倒れ込んだらしいです。何考えて一番しんどい1区走ってましたか。彼はとにかく俺の助けを次のやつに、どうやってつなぐか、っていう、その助けをつなぐことばっかり考えてます。一番最後走ったひろ君、君は何考えてましたか。彼の前に6人走ってます。6人がつないでくれたその襷、最後の自分、僕のところに、1年生の僕のところに来て、もうこの襷を絶対に途中で途絶やすことなく渡さなきゃいけない、そればっかり考えて走ってました。じゃあ君、襷の中に6人分入ってたんだね。君6人と一緒に走ってたんだ。君たちは非常に今まで1ヶ月も2ヶ月も放課後遅く延長練習残ってしんどい思いして駅伝走りました。正規の部活以外に駅伝の練習やった。本当にご苦労でした。でも君たち、この練習の中で他人を背負うということをもしかしたら君たちは学んだのかもしれない。
たすきっていうのは一本の布です。そして、駅伝っていうのは一人が常に走っている。でもそのたすきの中に前に走った2人や3人や4人や5人のその思いっていうのが全部詰まって、 その子たちと一緒に君走ってるように、君の肩にたすきがあるっていうことは、5人も6人もの人の思いっていうのが君たちの肩にかかってるっていうことだよね。その思いを背負って走った君たちは本当に 100% の力だったのかな。そうじゃなくて120、150、自分以上の力がもしかしたら君たち出たのかもしれない。先生はそう思います。で、人を背負うということが、つまり子供が大人になるということです。子供と大人の違いはたくさんあります。20歳になるとか、選挙権ができるとか、あるいは仕事に就くとか、さまざまな判定がありますが、先生はそうではなくて、自分以外の誰かをしっかりと背負ったときに人間は大人になるんではありませんか。君たちは今家族に、の温かい羽交いの中でこうやって毎日学校生活を送っています。しかしながら君たちはやがて大人になり、自分が愛する人と結婚をし、そして自分の子供をその腕に抱くことでしょう。早い人だと数年でそういう時が来るかもしれない。そして自分の子供を抱いた時に、ああこの世の中には俺の命よりも大事なものがあるんだということに君たちは気がつくでしょう。それが大人になるということです。ひょっとしたら君たちがこれから会う大人たちの中に、結婚するとかしないとか、子供を産むとか産まないとか、そんなことは個人の自由だよ、そういう人が現れるかもしれません。しかしそんな戯言に君たちは耳を傾けてはいけないと言います。結婚しなさい、そしてできるなら人の親になりなさい。もちろんどうしても医学的にお子さんに恵まれない方もいらっしゃいます。うちの両親がそうでした。結婚して10年も経つのに、子供に恵まれないうちの親は、親戚の家で、6番目の子供が生まれ、貧しくて育てられそうでない、しかも年子ですぐ男の子が上にいる、この子は体が弱くて手がかかる、せっかくできた子供だけど流してしまう、そういう話を聞いたうちの両親がかわいそうに、うちは子供ができない、その子はぜひ産んでください、それ生まれたらうちがもらいます、そしてその子は生まれ生後100日目にして、養子に出されました。それが今の私であります。実の両親は母親方の親戚でありましたから、亡くなった父親と私は何の血のつながりもありません。その血のつながってない子供を実子以上に慈しんでくれたうちの親父が8年前に亡くなりました。私はこの間成人式でこの話を、呼ばれて、いたしました。今日から20歳ですね。成人式おめでとう。でも子供と大人の違いというのは、自分の命以上のものをはっきりと手にしたとき、それが大人になる、自分の殻を破るということです。年齢には関係ありません。15歳で大人になるやつもいれば、30過ぎてまだ子供のやつもいます。今君たちは20歳で、ほとんどが大学生です。今君たちに一番大事なものは何ですかとこの場で聞いたら、多分それは自分の命です、こう答えるでしょう。それは結構です。それで、しかし10年後に再び君たちに会った時に、同じことを言うようだったら師弟の縁を切るぞ、波紋やお前たちは何を成長しとったと先生は言います。自分の命以上の価値が描かんで、どこが大人だというふうにあえて言いたいと思います。それをこの10年間一生懸命君たちは、もう見つけた人もいるかもしれない、
でもまだの人は一生懸命俺の命をかけても果たすべきことって一体何なんだろうか。普通の人はそれは我が子を抱く瞬間である。しかし本当に好きな人と付き合っている時に、人間というのは恋愛、真剣に恋愛するとやはり自分の命をかけてもこの人を守りたいという対象に気がつくかもしれない。だから君たちは大いに恋愛をしなさい。そしてどんどん人を好きになりなさい。真剣に人を恋焦がれるような思いに、自分を置きなさい。それが自分の殻を破ることになります。失恋もいいでしょう。そうすることによって自分を見つめることも青春には大切なことです。君たちには平穏な青春は送ってほしくない。実りの多いけれども茨の青春を送りなさいというふうに成人式で、スピーチをいたしました。余談でありますけれども、その成人式500人ぐらい来ておりまして、いきなり振られたんですよ。びっくりしました。これいきなりそのなんか来賓とかで恩師とかでずらーっと拾ってボーっとしていますといきなり振られました。こうはで、はいと返事はした方がいいけど何を喋ろうかと思って、で右手と右足が一緒にこう出ながらこうなんかこう演壇まで行って、そのステージを上がっていく間に考えて、知るかと思いましたね私は。大概こうやって準備して資料を作って何時までですよなんていう風なのは多いんですけど、いきなり来ましたからね、500人の振り袖姿の前で、これはですよ。で、私たちは家族の一員というのはどうしてかというと、親と一緒に、先ほどのドラえもんと同じように家族と共に多くの経験をし、そして親から愛され、親を愛し兄弟を慈しみ、そして苦しい時も貧しい時も病む時も健やかな時も共に運命共同体として一緒に過ごしてきたから、家族の絆というのが、結ばれて、います。しんどいことを一緒に分け合った時、喜びを一緒に分け合った時に家族は家族になる。血のつながりではないんですね。私は親父と血がつながっておりません。でも家族だと思っております。本当に血のつながった親兄弟とかいるんですけども、あまり家族という感じがいたしません。本当に無情な話でありますが、本当の実の母親が死んだ時に、私はもちろん一応親戚に当たりますので、葬儀に行きましたが、非常に悲しかった。何が悲しかったか、私が悲しくないのが悲しかったです。実の親なんです。腹を痛めて産んでくれた自分の親が死んでるのに、頭の中ではなんか悲しいんですけど、心の底から悲しくない。それが悲しかったです。血は水より濃いって言いますが、そうではない。何十年経てば水の方が濃くなる。血より一緒の記憶、共通の体験というものが家族を家族に結んでいく。だったら日本人が日本人であるためには、共通の記憶と体験で私たちが結ばれなくてはならない。そしてそれは歴史を学ぶことである。自分の家族の延長として、血のつながった共同体として、自分の運命を受け止めてくれたこの国の一員として歴史を学ぶことが、つまり日本の国の歴史の本当の姿が分かるということではないか。子供を愛していればこそ、子供が死んだという事実が母親の胸に響くように、我々が国を愛していればこそ、日本の国の本当の姿というものが子供たちに分かってくるのではないだろうかというふうに、思います。その日本の国の一番の根っこというのは何かというと、実は2月11日この建国の時にこそある。つまり、子供たちにとって歴史の学びというものは神話から入るべきものであると私は、思います。それを解かずに、無駄とは言いませんけども、例えば、昔昭和天皇が終戦の時に、マッカーサーの時にところに行かれて、自分の身はどうなってもいいという、そういう話を我々はついついしがちなんであります、若い世代で。それもいいと思うんですけども、子供たちにとってみれば、あ、
偉い天皇がいたんだな、終わりみたいなことになってしまう。やっぱり一番最初に日本というのはどういう国の形をしているのかということをぜひ、子どもたちに教えてやりたいと、思っております。で、たまたまですね、うちの教えている生徒の中に、東さんという女の子がいます。はい、東さん、起立。君はどうして東さんなんですか。東さん困ってますね。そんなこと言われたことない。生まれたときから東でしたとか。ああそうだね。いや、先生が言いたいのはそうじゃなくて、あなたの名前はどうして東さんと読むんですか。なぜ東さんでないんですか。ね、2年生に東君って言いますよね。君は東さんと向こうは同じ感じで東さん、なんで違うんですか。本人分かんない。そんなこと聞いたこともなかった。じゃあ神話の話をします。東西南北というのはそれぞれ東、西、南、北という一つずつ訓読みを持っていますが、東だけは東というもう一つの訓読みがあります。それはなぜでしょう。そこで大和武尊のお話がやってまいります。大和武尊が、東国に遠征をし、そして最愛の妻乙橘を、失います。乙橘は、御事たちの軍勢を無事、三浦半島から房総半島まで届けるために海の神に自分を犠牲として荒海に身を投じて、海を眺め、そして、御事たちの軍勢の乗った船を無事、海岸に渡すことに成功いたします。しかし姫は犠牲となります。東国平定を成し遂げた後、大和武尊ははるばる足柄の山の上から姫の身を投げた海を見て、はっはと涙を流し、ああ我が妻よ、東はやという言葉を叫びます。それ以来東国のことを東の国、私の妻と書いて東の国というようになったのです。この乙橘は身を投げる、荒海に身を投げる寸前に、実差し相模の大野に燃える火の舟中に立ちてと一し君はも、かつて、静岡の焼津の土地で悪い豪族に騙されて火攻めにあったとき、煙に巻かれる私を見て、姫大丈夫か、私の身を案じてくれたあなた、自分の身も危ないというのに私の身を案じて声をかけてくださったあなた、あなたのことを思って私は今この荒れ狂う走り水の海に身を投じます。それはそれは悲しい歌を残して乙橘は姿を消していく。それをハラハラと涙をこぼして、ああ我が妻よ、こういうですね、古代の美しい、夫婦の物語、それが東という言葉の由来なんですよ。あなたの漢字というのはそういう意味があるんだから、誇りを持って自分の名前名乗りなさいねって、東さんに、言います。で、日本の国がいつどうやってできたか、そういう話を、さまざまな有名な話、イザナギイザナミの話、そして天照大神の岩戸隠れの話、スサノオノミコトのおろし退治の話、大国主のミコト稲葉の白兎の話、生徒たちが知っている神話の痕跡のようなものをですね、点を線に結んで話をしてやります。ちなみに君たちは愛媛県はなぜ愛媛というのか知っていますか。そんなことも知らないで、よく今まで13年間君たちは愛媛県人ようやってきましたね。愛媛というのは古事記の中に出てくる言葉です。イザナギイザナミが、二柱の神々が日本の大屋島をお作りになった時に、最初に淡路島をお作りになる、そして2番目に四国をお作りになる。でも当時は四国とは言わない、伊予の二名の島というふうな言葉が出てまいります。そしてこの島というのは、4つの面を持っている。そして4つの面ごとに名前がある。それ伊予を愛媛という、こういう言葉が出てまいります。そして、例えば讃岐が飯頼彦であるとか、阿波が大月姫であるとか、土佐が竹寄分であるとか、二柱の女神と二柱の男神、男の神様の合体が四国という国であると、こう古事記に書かれている。そして明治維新になった時に、伊予の国改め、何か県名をつけなきゃいけない時にですね、この
古事記が引き合いに出され、それ伊予の国を愛媛というこう書かれてあるので、愛媛県になった。ただ漢字の表記はですね、初め3文字だったんですが2文字に、なっているよ、君たちが愛媛県人である以上、この古事記の記録というのはぜひ覚えておきなさい、神話と君たちのこの住所とはこういうふうな意味で、関わっているのです。私たちの生活の中にさまざまな痕跡があります。サッカー部、手を挙げろ。サッカー部はこのプリントにありますようなですね、日本のサッカーナショナルチームが年につけているエンブレムや八田のガラスといいます。なぜ三本足のカラスが、サッカー協会のエンブレムなんだ。知ってるのか、知って君たちはサッカーやってんの、で応援してんの。サッカー部さえ知らないんじゃない、この話。なぜ三本足のカラスなんだ、一体なぜ、これ一体何の鳥なんだっていう話を、してやります。つまり、神武天皇が大和に入られる時にですね、道にお迷いになってですね、天照総神から道案内として使わされた、その勝利への水先案内人というのがこの八田ガラスなんです。だからやがてこの全日本をですね、ワールドカップ優勝、オリンピック優勝に導いてくれるこの、カラス、日本の神話の中にその元があるんだ。そんなことぐらいサッカーも知っとかんかとか言いながらですね、偉そうにまあ授業するわけでありましてですね、うーんとか言ってこう聞いてるわけで、だから我々この歴史の長い、2000数百年の日本の中でごく普通の中学生の生活の中に神話の痕跡なんて山のようにあるわけだ。で、いくつか生徒の神話の感想をそこに、載せております。ある生徒はこのように言ってます、この授業を受けるまでは神話なんて神たちがいたことを信じた人たちが勝手に作った話だし、神なんているわけないしと思っていましたが、神話の授業を受けて神たちはいたのかもしれないと感じたり、神話というのは本当にあったのかなと感じるくらい今につながっていて、とても感動しました。私の一番感動したことは大和たけるの話です。先生の話を聞いて、ああ大和たけるってなんてかっこいいんだろうと思いました、今に受け継がれている神話には、これ資料にありますね、深い歴史のドラマがあり、それが私たちの生活と強く結びついていることも知りました。その冒険ストーリーが少しでも違う方向に向いていたらと思うと、自分が存在していることに奇跡を感じることもでき、すごくいい勉強になったと思います。神話が今につながっているというこの時空を超えた感覚、この歴史感覚、これがですね、世界に例を見ない日本の感覚、日本人だけの感覚なんであります、あるいはまた天皇についても、今の天皇のおじいさん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 てん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 は、ミニギの御事で、その母は天照大神で、さらにその父はイザナギと神の子孫となっているところが面白いと思いました。やっぱり子どもたちはですね、今の陛下、先ほど陛下の、DVD、上映されておりましたけども、現在の天皇って一体どういう人なのって、なんかあの品のいいおじいさんみたいな、なんかあのとても優しそうなおばあさんみたいなんですね。子どもたちそのぐらいしか分からないですね。天皇陛下が日本におられるということは一体どういうこと。それは日本という国が建国以来一度たりといえど滅亡していない国であるということ。つまり我々が歴史で普通に勉強する西郷隆盛であるとか、徳川家康であるとか、足利尊氏であるとか、聖徳太子であるとか、同じ国に生まれてたんですね。中国の場合だと院が州になり州が官になりなんていろいろこう王朝が変わったりしますが、日本の場合時代は変わっても国は全然変わっていない。日本という一つの王朝なんです。徳川家康も豊臣秀吉も聖徳太子も、そして多分卑弥呼も君たちの同じ国民だったんですね。日本人だったんですね。日本という国の構成員だった君たちと同じじゃない。
そういう妻のつながりを考えることができる、ある女子です。自分の国がイザナギイザナミによって作られていて、その子孫といろいろな神の力によって今の日本が作られたんだなと思うと、すごいことだなと思いました。ヤマトタケルの神話は特にすごいな、感動しました。まだ10代なのに手ごわい旅を一人で、敵を一人で倒すなんて。またヤマトタケルの妻、これ音立花姫ですね、すごいと思いました。夫のため自分の身を海に葬れるなんて、とても勇気があるな、すごい夫婦愛だなと思いました。そんな方たちがいなければ今の日本がないと思うと本当に感謝したいです。あるいは、神話に出てきた土地や建物に大人になったら行けるので、人生に一度は神話巡りをしてみたいです。こういう制度もあります。自分たちの一番のルーツというもの、自分たちのこの日本列島、そして日本語、日本文化、日本の伝統、歴史意識、その一番元にあるものというのに子どもたちが気がつくというのが神話の勉強であると、いうふうに思います。他を背負うこと、日本の国を背負って初めて君たちは日本人になることができる。体験や思い出を共通することによって君たちは初めて人間となり、大人となり、そして家族となることができるというふうに、言います。で、お話は変わりますけども、昨年はどういう年であったか、様々な政界の動きも、まあ、外圧の事例もございました。神話に限って言うならば古事記編纂1300年という、年でありました。で、私あの昨年ですね、どうだっけ、四国中央市というところで、お話をさせていただきました。2月ちょうど今から1年前の今日だったんです。でその場でこのように言いました。皆さん今からちょうど100年前の今日、今から100、つまり1912年の2月11日にまだ中国が清王朝だったってご存知でしたか。そうなんです。清が滅びたのは昨年の、今から100年前ですね、昨年の2月12日だ。だから去年から言えばですね、去年の紀元節の時にはまだこのように地球上に清という国があったんです。と考えれば100年なんて割とあっという、我々歴史教科書で勉強するようなこと、つい100年前にはまだ中国は清だった、ちょっとびっくりするような感覚。それとともに、100年前の元号って、去年はまだ明治だったんですね。明治終焉100年、明治天皇が御所崩御になって去年は100年で、明治という時代がどういう時代であったか、資料をご覧ください。すいません、愛媛県人でありますので、愛媛県の人物を挙げさせてもらっています。内藤明節という俳人であります。道後温泉に行かれた方は、道後温泉の前に道後公園という、昔のあの、城跡、柚木城の跡があるんですが、そこに、この内藤明節の句碑が立っております。元日や一計の天使富士の山、元日や一計の天使富士の山、正月を迎えた明治人の気概であります。そして正岡式、これは今日と同じ紀元節の日に読んだ歌であります。東津親スメラの神が見くらいに、つかす日かしこみ梅池にけに。東津親、つまり神武天皇が御蔵に疲れたこの国の建国彫刻を記念して、今日は梅を池にという奥ゆかしい式の気持ちであります。この式は皆さんご存知のように、脊椎カリエスという難病を患いながら、ひたすら、日本の俳句短歌の近代化に尽くした人物であります。彼は実は政治家になりたかった。しかし薩長伐が厚い明治の時代では、なかなか政治家としては、この俗藩ですから、要は、
続藩出身の彼はですね、なかなか政治の世界ではできないということで、彼は文学、そして、新聞の道を選びます。彼がこのように書いております。日本文学の城壁を今少し堅固にいたしたく、外国のひげ面どもが大砲を撃とうが、地雷化を仕掛けようが、びくともいたさぬほどの城壁にいたしたく、いたしたき心眼これなり。彼はですね、文学者でありましたが、実はその幼馴染である秋山実幸や、あるいは秋山義夫と共にですね、日本の国を文化的に防衛する軍人であった。彼は自分の病を押して日清戦争の従軍記者として大陸に渡ったことは、ストに、有名であります。明治の人間というのは文人、武人を問わず、国というものを背負っていた。次の野中千代子、これは誰かと言いますと、明治28年、冬の富士山に初めて、測候所を設けました野中至の奥さんであります。至が止めるのもかかわらず、この妻千代子は私も一緒にやります。あなたをお手伝いいたします。玄関の富士にですね、測候所を作り観測活動を行ったというですね、女性であります。明治28年の11月3日、天長節ですね。この日に野中千代子が作った歌であります。今日こそは、御代の祝いの時なれや、いざや御旗を打ち上げぬべし。11月に入ったもう玄関の富士、雪が積もって吹雪の中でですね、彼女と夫の至るは、今日は明治天皇陛下のお誕生日だ、日の丸を掲げよう、富士山のてっぺんに。そして、大変苦労して苦労してですね、やっと日の丸を掲げるんです。あっという間に風で吹き飛ばされてしまう。しかしながらですね、歩くのも困難な高度の高山病に悩んだこの二人がですね、いざぎながらですね、一生懸命この天長節に日の丸を富士の山にあげようとする、その気持ちですね。樋口一葉であります。彼女はですね、24歳という若さで溶接された、文人でありましたが、当時22歳、東京の下町に細々と荒物屋を開いてですね、自分の母親と妹を養っているその22歳の娘であります。外にはいろいろな心配すべきことが多いにもかかわらず、うちには党派が争って議場の申請を損ない、私欲のことばかり考えて公益を忘れている人々は数えきればきりがありません。我が国の行く末はどうなるのでしょう。外には鋭いワシの爪ロシア、獅子の牙イギリスがあり、インド、エジプトが植民地にされた前例を聞いても、身は勇み立ち、魂が震える、無力な女の身で物好きに過ぎないと、後の人のあざけりを受けるかもしれないが、こんな世に生まれた、合わせた身で、することもなしに終わってよいのだろうか。日清戦争の前の年、明治26年12月2日の日記に彼女はこう書いてあります。そして最後に、吹き返す秋の野風におびなえし、一人ハモれるものにぞ歩ける。このようなか弱いおびなの身であるけども、しかしながら私は、日本のことが心配でたまらない、貧しさにあえぎながら、文章を書き続けるですね、この22歳の樋口一葉はこのように、思っております。さて皆さん、今から3年ほど前に坂の上の雲という NHK のスペシャル大河が放送されました。愛媛県では大層な、視聴率でありました。秋山兄弟というのが一挙に全国メジャーになった、番組でありますがですね、実は、私たちはあの坂の上の雲を登り切った日本がその後一体どうなったのか、これも2年生の授業で先週やったところであります。現在2年生、日露戦争でやっております。坂の上の雲とは何か。日本が幕末以来ひたすら国の独立を守るために鋭意努力をし、坂道を息も継がずにひた走りに雲を目指して登っていった、あの全力疾走の時代、立ち止まれば、あるいはつまずけば日本という国がこの地球上から消えてしまう、どこかの植民地になってしまうである、そういう危機の中、若者たちは、あるいは日本人たちはひたすら息せき切って雲を見つめて坂道を登っていった、そういう時代があの明治の坂の上の雲の時代であった。ではですね、その坂道を登り切っていた日本は一体どうなったのか。
皆さんは知ってますか、という話をいたします。実はですね、そこにありますように秋山実行、連合艦隊の参謀として、日本海海戦を戦う、伊予の国の人物でありますが、連合艦隊、東郷平八郎長官が連合艦隊を解散するときの文書、解散の字は秋山が書いたものであります。その一番最後に何とあったかと言いますと、神明はただ平素の鍛錬に努め、戦わずしてすでに勝てる者に勝利の栄冠を授くると同時に、一生に満足し地平に休んずる者より直ちにこれを奪う、個人曰く勝って兜の尾を締めよと。ここで終わってるんです。つまりあの人類史上白人によるアジア・アフリカ侵略という500年にわたる人類の歴史をひっくり返すような、あの日露戦争の勝利の後に明治の人たちが何を考えたか、個人曰く勝って兜の尾を締めよ。日本海海戦が終わった時、バルチック艦隊を撃滅した後、あの帰還三笠の中、静まり返るような静寂が覆ったと言われております。誰も万歳を叫ぶものもなく、はしゃぐものもなく、静かな静寂が支配した。この人類の歴史に残るような圧倒的勝利を成し遂げた後、明治の軍人たちはこの戦いに亡くなったロシアの将兵を思い、そして自らおごることなく勝利を静かにかみしめた。武人としての誇り、そして慎み、謙虚さというものが明治にあったのではないか。陸戦で旅順を落とした軍神と言われたあの乃木希典大将はですね、皆さんご存知のようにその後学習院の院長に明治天皇を直々に任命をされます。お前はこの旅順の戦いで二人の息子を失ったから、代わりにたくさんの子供をお前にやろう、こういう明治陛下のおぼし召しによって彼は学習院の先生と院長先生となります。その学習院の生徒の中にはまだ幼かった昭和天皇陛下もいらっしゃいました。自分のお孫さんの教育を乃木閣下に明治陛下は託されたわけであります。この乃木希典大将院長先生が子供たちに何を言ったか、おごりに傾くのはお国の将来のために真に嘆かわしいことであります。どうか皆さんは質素剛健の徳を積んで、どこまでもお国を滅ぼす最も恐ろしい敵である奢侈、贅沢ですね、いや安楽と戦う覚悟を持ってもらいたいものです。それを乃木閣下はですね、何度も何度も生徒に言われたそうであります。そして職員室の前には乃木陛下の乃木閣下の、直々の筆でですね、次の言葉、神恩が愛近し、神に流れることは心の中にカビが入ることなんだ、同じ恩を持ってるじゃないか、いかにですね明治の人々がこの坂の上の雲を登り切った後、自らの身を慎めるということを大事に思った。乃木閣下はこう言われたそうでありますね。学習院最後の、院長として最後の日を送った後ですね、行動で生徒にお話をしたの。その時に子供たちに、乃木大将を聞くわけですね。君たち、日本はどこにあると思いますか。すると生徒たちは、東洋のここにありますとか、太平洋と大陸の真ん中にありますとか、あるいは東経何度、北緯何度、どこにあります、これ地理的に、答えを出します。乃木閣下はですね、いちいちうなずいておられまして、そうだね、それも間違いじゃない、でも最後にこう言われたとです。でも日本というのはね、ご自分の胸を叩いてここにあるんだよ、こう言われて演壇を降りていた。これが乃木大将の最後の学習院におけるお話であった。当時の、家族会合にこのように、書かれております。でですね、そういうふうに心ある明治人が気をつけなければいけないほど日本というのは果たしてたるんでしまったのかというと、残念ながらそうだったんです。日露戦争後の日本はですね、一等国になった、アジアの、希望の星となったというですね、おごりが出てきた。アジアに卓越した国という優越感も出てですね、特にその後の第一次世界大戦でね、空前の好景気になったという点もあったんですよね。
庶民の間にですね、ギャンブルとかですね、株とかですね、まあ、投機ブームですね、いった明治バブルのようなものがね、どん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 起こってくるわけであります。で、まあ、第一次世界大戦中、この武士の国、日本がですね、貿易で何やったかっていうと、もう、これも日本のマイナスの面なんですが、もう缶詰の中に錦鯉入れて輸出したりするんですね。で、メイドインジャパンっていうのはですね、当時粗悪品の、もう一種詐欺みたいな商品を世界に日本は売りつけたことが、ね、武士の国としてはもうあるましいことをやっぱりやったっていうこともね、やっぱりあったわけでありますね。で、社会主義の、まあ、幕府とともに領主の間の対立とかですね、まあ、マルクス主義が流行ったりとかですね、で当時の、まあ、日露戦争を戦った桂内閣っていうのは、まあ、国家の財政を引き締めたりとか、まあ、予定されていました大博覧会というのを中止したりとかですね、もう馬券、競馬なんかもやめよう、馬券も発売するなとかいうふうなこうことをやるわけですけども、これ焼け石に水でですね、やっぱり一等国になった国民の、まあ、それまでそのペリー以来ですね、50年間抑えに抑えて一生懸命重税に耐えてですね、日清日露を戦ってきたその国民の思い、その分かるんだけども、しかしながらですね、国民のタガがやっぱり外れてしまったっていう、そういう時代がありました。で、政治家たちはですね、何とかしなきゃいけない、おごりに高ぶったままではいけないということで、何をしたかというと、勅語を出してもらう。これが次のページであります。戊辰詔書。陳御門議から始まるですね、詔書なんでありますが、時間がありませんので途中から読ませていただきます。最初から10行目ぐらいですね、写真の上の方ですね。戦後非なお浅く、戦後というのは日露戦役ですね、非なお浅く諸政ますます好調を要す。日露戦争からあとまだ時間も経っておらず、政治はますます引き締めを要すると。よろしく昇華心をいつにし、まあ、このあたりちょっと教育直後的ですが、昇華心をいつにし、忠実行に服し、金券三を納め、これ信これ義、忠実に仕事に就き、勤労と倹約を旨とし、家を納めよう。そして、これ信これ義でありますから、信義を大切にしよう。順行俗をなし、家を去り、実に就き、交代愛戒め、自供山猿でし、人情に熱いとい う気持ちが世間に染み通り、華やかさを去り、そして質実冒険に、そして交代愛戒めですから、すさみ怠けた暮らしをやめ、緩みなく勤めようではないかという呼びかけですね。そもそも我が神聖なる祖宗の遺訓と、我が高貴ある国士との成績とは、兵として、実勢のごとし、もともと我が国 この祖先の遺訓と、そして輝かしい歴史というものは、あたかも月や星が、空に三千と輝くほど明らかである。だからこの素晴らしい日本の国の夜空に輝く 月や星のような素晴らしいこの輝きというのを、今ここで曇らせたり歪ませたりすることがないように、もっと日本国民を足を地につけて、そして引き締めていこうではないか。まあありていに言うと、日本国民いつまで舞い上がっているんだ、もういい加減足を地面につけるべきではないのかというですね、明治陛下の仰せなんであります。これをですね、まあ、言ってみれば第2の教育直後、あるいは成人向け教育直後というのがこの戊辰詔書にあったと思われます。で、ですね、この後明治という時代が、これ明治41年のことですから、この4年後には明治という時代が、終わっていきます。で、まあ、皆さんもよくご存知かもしれませんけれども、この明治天皇のご触れ、崩御というものがですね、国民に、まあ、どのような衝撃を与えたのか、4ページ目に真ん中辺に夏目漱石の言葉があります。これは心という、高校でお習いになったかもしれません、この小説の中にですね、その時私は明治の精神が天皇に始まって
天皇に終わったような気がしました。夏目漱石が、あのイギリスに留学したですね、英文学者の夏目漱石がそう書いている。そして一番最後のところ、私にはそれが明治が永久に去った放置のごとく聞こえました。明治大帝は明治45年7月30日に崩御されます。そして7月13日に御大喪が行われますが、その御大喪の大砲が鳴った時、永久に明治が失われてしまったような感慨にこの文豪夏目漱石はとらわれた。この夏目漱石の写真、喪章がつけてありますね。で、この時にですね、皆さんご存知のようにこの9月13日は、乃木大将の命日でも、ありました、明治陛下のおしめしによって、旅順の戦いが終わった時に本来知るべきはずだった自分が学習院院長という仕事を受けたまわりですね、今日まで流れていた。しかしながら今明治陛下がお隠れになった今日、私はもう生きている意義がないということで、この御大喪の日をもってですね、乃木丸助大将、夫人の静子様とともに、自決、されます。その2日前、乃木大将が自決される2日前、学習院を訪れます。そして、幼かった3人の昭和天皇と弟君お二人、3人を残して人払いをし、そして乃木大将はこの、後の昭和天皇に、中朝事実という本を手渡されます。この中朝事実は4ページ目の一番最初にありますが、山賀祖光という文学者が、山賀祖光といいますと、あの山賀流の神代湖忠臣蔵で有名なの文学者であります。この山賀祖光がですね、江戸時代に書きました中朝事実、今までの日本というものは、日本の儒学者というものは、ことさら中国というものを政治君子の国である、孔子孟子の国である、進んだ立派な尊い国であると思ってきたが、そうではない。本当の中朝、本当の中国というのは我が日本である。中国になびく気持ちではなくて、我が日本こそ、この王朝の変わらない万世一系の末並事が治めておられるこの日本こそが真の中朝である。日本人の目を覚ませ、自分の国の歴史の素晴らしさに目を開け、これが中朝事実であります。この中朝事実の本を自ら写本されたものを昭和天皇に手渡しですね、そして2時間にわたって涙ながらに講義をされます。まだ幼かった昭和天皇はその講義がよくお分かりにならなかったようでありますが、この乃木院長閣下のあまりにもなんか異常な姿にです、ね、思わず院長先生はどっかに行ってしまわれるんですかとこう聞いた。いえ、どちらにも参りません。そして、それを手渡してですね、乃木閣下はご自分の自宅で、最後に明治天皇から手渡していただいたあのぶどう酒を静子夫人と分け合ってのみです。その後、割腹自殺をされたわけであります。明治のジャーナリストとして有名な よろず朝報という雑誌が、新聞がありますが、その主刊でありました黒岩類考であります。この乃木大将の死を聞いたとき、今日までは優れし、人と思いしに、人と生まれし、神にぞあり。このような短歌を残しております。そして、市政の人々、これはですね、囚人の、監獄に勤めている刑務官であったと言われます。この明治天皇がご病気であるというふうなことを聞いてですね、こういう和歌を作っております。貧賀氏の方に向かいて手を合わせ、御能安かれと祈り祭れる。明治陛下がご病気だと、いうことを聞いてですね、手を合わせて、祈った。被告らは、己がことをも打ち忘れ、御能平庸をひたに祈れ。囚人たちが、刑務所に収監されている囚人たちがですね、ひたすらもう明治陛下がご病気が良くなりますようにと祈っているわけです。そして、やがて崩御の知らせがつきます。聞きし者を皆むせび泣けり、我が父を我が母を失いし、時のごとく。みんなが号泣するわけですね。刑務所ですよ。凶悪な囚人ですよ。それがですね、もう
父をなくしたようにみんなが号泣しているわけです。世の中、世の人に恐れ憎まれし人々も頭へあげず涙にむせびる。人を殺したりとか、火をつけたりとか、極悪非道な男たちがですね、陛下が亡くなられた、お隠れになったということを聞いてですね、頭を上げることができず涙をこぼして、これが明治という時代だですね。で、つい100年ほど前に、正確には101年前にですね、まだこの明治という時代が私たちの日本であって、そして、日本の国の中心に波があり、日本国民はすべからくその中心軸というものを胸の中に持って、そして囚人といえど軍人といえど市井の人々であれ、あるいは、貧しさに、喘ぎながら生活する若き娘であれ、富士山のてっぺんにいる観測士であれです、そういうものを持って、暮らしていたのがこの明治でという、時代であろうと思います。翻って坂の上の雲を登り切ったこの明治の終わりの日本のほっとした緩み、カビや斜視に流れていった日本とこの現代の平成というのはどこか似ているように気がしております。特に最近私たち内閣が変わってちょっとほっとしていますね。いますね。本当によかったよかった。あの悪夢のような3年間は何だったんだろう。あの 3.11 が起こった時に、鳩山寛という総理大臣が続いた時に、うちの3年生が、当時3年部だったんで、3年生が、先生、俺今まで政治とは全然関係ないと思ってたし、総理大臣なんてもう雲の上の人だと思ってたけど、なんか今の政治出たら俺でも総理大臣できそうって中学生が言いました。先生もそう思う。なんか総理大臣すぐそこにある、先生でもできそうって言った方がいい。中学生にバカにされる総理大臣って何なんだと思うんだから。あ、それが もちろんその社会科の好きな、政治の興味持った生徒でありますが、でも中学生、中学生が手が届くかもしれないと思われている政治家って何なんでしょうって、最近の鳩山さん見てると本当つくづく思いますね。バカだったんだこの人って。で、民主党の議員さんたちには大変中にも素晴らしい方もいらっしゃいますから、こんなこと言うのもなんですけども、どうして衆議院の総選挙で負けたのか、総括をしないとっていうふうに、それができないと再スタートができない、これはもうもっともの話でありますが、その総括っていうのはあんなことを言う鳩山さんがリーダーだったからでそれで済むんじゃないかって言うんですよ。それだけでもみたいな、って思うわけなんですが、あまりにも歴史を知らない、あまりにも根っこ、日本の国の根っこというものを知らない、ご存じない、だから尖閣が、で領土問題があると言ったり、南京で夫婦下げて頭を下げたりという。今うちの中学生どうしません、それ。ちゃんと勉強していこう。で、先ほど私は自分のライフワークとして歴史教科書を書く仕事をいただきまして、まだこれが4年に1回オリンピックのようにですね、4年に1回必ず作業を組んで続いているわけなんですが、歴史教科書、皆さんも来年再来年また岡山県でもきっと お世話になる問題だと思います。歴史教科書というのは教科書なんです。歴史ではない、極端なことを言いますと。で、日本語っていうのは歴史教科書っていう、これ合体名詞なんですね。歴史と教科書を合わせたこと、合体名詞というのは下の方が強いんです。でしょ。例えば犬わしってわしでしょ、ワンワンって思いませんね。で、塩辛トンボってトンボでしょ、酒のつまみじゃないですよね。メガネザルって猿でしょ、頭の上にかけたりしないわけですね。セミクジラってクジラですよね、夏で耳に撫でたりしないわけです。
から下の方が強いんです、日本語って。だから歴史教科書って教科書で、教科書って何かっていうと、年半も行かない子供たちに与えるメインの教材なんです。だからその教科書の中にですね、一読すれば俺なんで日本人なんかに生まれてきちゃったんだろうみたいなことが書いてあるような教科書は、これ教科書ではない。歴史事実というのは星の数であります。で、その星の数をですね、例えば古代ギリシャ人というのが、その様々なバラバラに見えるその星をこう線で結んで、これは白鳥座だよとか、これはオオクマ座だよとかいうふうな動物の絵も描いている。でも星の数って結び方によって何でも描けるわけです。無数にありますから。でもそれが白鳥に見える、あるいは、英雄に見える、蛇や何かにこう見えるというですね、そのものの見方っていうのが今教科書に必要。自分たちが少なくともこの歴史教科書で勉強して、俺偶然かもしれないけど、偶然かもしれないけど俺日本人で生まれてよかったわ、父ちゃん母ちゃん俺日本人に産んでくれてありがとうって読み終わった後ですね、子供たちが思わないようなのはもう教科書ではない。そしてそのように、日本人ってなんかアジアに対してまずいことばっかりやってるよね、これ中国や韓国が怒るの当然だし、5人や10人拉致されたって仕方がないんじゃないのとか、もしそういうふうなこと、以前の東京書籍の教科書って広島が軍都だったから原爆を伝えたって書いてあった、嘘ばっかり書いてる。私広島の人間なんで、親の父方の方は分かりますけども、嘘ばっかり書いてある。で、南京でとんでもない非戦闘員いっぱい起こして国際的に非難された、どこに証拠見せてみろと、お前どこに国際的に非難される事実があるんですか。嘘ばっかり書いてる教科書がものすごく多い。あるいは嘘でないにしても確かに事実ではあるけど、それ線の結び方がおかしいよねと思うような教科書が山のようにあるわけで、先ほど小林秀夫さんのところで申し上げましたように、私たちというのはまず日本の国に生まれたことを感謝する、自分たちの祖先にありがとうございました、この豊かで平和で立派な日本の国を幾世代にもわたって作ってくれて、自分がこうやって何不自由なく暮らすことができています、多少景気が悪いとかいろんな事件が起こるとか言っても、世界の中でですね、もう軍に素晴らしいこの日本を作ってくださったその方々に、私は心の底からお礼を言いたいという気持ちを持っていなければ、そういう目線で見なければ、日本の歴史って実は見えてこないものが山のようにあるということ、愛することによって初めて見えるようになるものがある。これは男女の恋愛や親子の愛情だけではない、日本に対する目もやはりそうなんではないか。そしてその日本の国の公式のオフィシャルな歴史観というのが実は義務教育の教科書なんである、生徒たちは中学生で今十数年の人生経験しかしておりません。そして、ドイツのビスマルクの言葉に、愚者は経験に学び、愚かな者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶという言葉があります。まあ、経験に学べるのは決して愚者ではないかと思うんですけども、しかし本当に賢い人は歴史に学ぶ。歴史って何かっていうと、何百代にもわたった人生の積み重ねなんです。一人のたった十数年の人間の経験だけではなくて、何百代にもわたった人間のその経験のエッセンスの中から知恵というものを子どもたちに学ばした。例えば明治維新にせよ、あるいは日露戦争にせよ、大東亜戦争にせよ、日本のマイナスの時代、本当に苦しい時代というのがそこにあった。今のような平和な豊かな時代ではなくて、マイナスのそのこんなヘアピンカーブみたいな時代とか、ものすごいプレッシャーに潰されそうになった時代を生きてきた人々がいた。そしてその中で例えば西郷隆盛であるとか、坂本龍馬であるとか、吉田松陰であるとか、乃木希典であるとか、本当に素晴らしいダイヤモンドのような人物が生まれた。生徒に言います。皆さん、石炭とダイヤは同じだって知ってますか。同じ炭素の結晶なんです。でも石炭はバケツ一杯何円でしか取引されないけど、ダイヤモンドなんてほんのわずかで何千万円もします。原料は一緒なんです、炭素なんです。じゃあどうして石炭がダイヤモンドになるのか。それは
恐るべき高圧と高熱によってですね、特に圧力ですね、地面の大きな圧力をかけると炭素がキューッと縮まって、この世で一番硬い美しい高価なダイヤモンドになる。皆さんは炭素なんです。石炭になるんですか、ダイヤモンドになるんですか、君たち。自分を甘やかせると石炭ですよ。一山いくら製鉄所のあるいは発電所の炉にくべられる石炭になってしまう。でも君たちは炭素ですからダイヤモンドになる。歴史の中にはそういうものすごい強大な圧力を受けてダイヤのように輝くような人々がたくさんいるでしょう。そういう人の生き方を君たちは勉強しなさい。そして小さくてもいいから一遇を減らす君たちはダイヤになってくださいというふうに、お話を、いたします。そういう面では歴史教育のもう一つの面は道徳教育であろうなというふうに、思います。何やらかにやらあちらこちらと取り留めのないお話になりました。私は何が言いたかったんだろうかという、まあ、疑問に思われる方もいるかもしれませんが、はい、少なくともあまり残り多くありませんが、私の残った教員生活、またこの教科書と、日本のことを生徒に根付かすために、使いたいというふうに思っております。どうもご清聴ありがとうございました。皆様、ご清聴ありがとうございました。私が尊敬しておるのは、もう言うまでもなく、ご皇室でございますが、ご皇室の次に尊敬申し上げておるのが、まあ、今日でなった大月正道先生でございます。もう先ほどのお話でもう私がもう申し上げることもございませんが、日教組的に回してですね、もう古文奮闘、もう本当に獅子奮闘の戦いを続けてこられた方でもありますし、また、日本の大切な、先ほどお話しございました歴史教科書をですね、執筆してくださっておられる、またあのご著書にいろいろ感銘深き本を書かれておりますけど、私たちの美しい日の丸金華よ、あるいは語り継ぎたい日本人、こういった本をまた多数執筆されておられます。本当に、今日もあのご著書を何冊かそちらにあるそうでございますので、お帰りの時にご希望の方はどうぞ お求めください。それとですね、さらにご希望の方はですね、日本会議に対して、何かしらのご支援をしてやろうと思われる方は、もういくらでも結構でございますので、お手元に封筒があると思いますし、さらにですね、護国神社に対して、ご英霊の方々のそういったお祭りといろいろこの伊佐会館の建設費用もまだ十分足りてないということでございますが、そういったことでございますので、もういくらでも結構です。もうご希望の方はどうぞ遠慮なくご支援をください。希望されない方は結構でございますが、今日は皆様から本当にありがとうございました。ちょっと2分だけ時間ください。橋本早苗の方は大月先生の著書ですので、これも今日は500件に2割から3割特別割引をしておりますので、先生の著書もあります。それから、伊勢の神宮のお話、これ もう小学生向きの本ですので、これも500件で今日は本日は特別に販売しております。それから、祖国と青年、各本部長の理事長の貼っている祖国と青年の関係の本でございます。今日もこれもあります。500点で販売をしております。それから戦後をめぐる歴史、これは1260円を1000円で今日は販売をしておりますので、ちょっとよく見ていただいてお買いいただきたいと思います。それからですね、株式会社岡山の岡田代表いらっしゃいますかね。実は外に
想像数あると思うんですが、あのカレンダーですね、あの祝日の日を国旗を書いてすぐ分かる、あの祝祭日の日がすぐ分かるカレンダーをですね、あの寄付をいただいておりますので、無料でですので、一人一部、最後の方はちょっと足らないかもなりませんが、あのお持ち帰りください。それからあの国旗もですね、アイワンズの石川社長が十分頑張っていつも安く提供いただいております1500円で、本日も販売しておりますので、隣近所でもう皆さんのお宅はもう当然国旗はもう出てあの掲げていただいていると思うんですけども、お近所でですね親しいうちの方にはあの宣伝をしていただきたいと思います。それからですね、最後1点だけですが、皆さんの手元にも知っていると思うんですが、今回岡山県で山田報告、高橋のですね、山田報告の平野先生が国会で17分間この山田報告の PR をされましたけれども、これをですね、山田報告の NHK で大河ドラマにですね、再来年27年にですね、お願いしたいというあの要望書をですね、全国で、まあ、あの届けておりますが、岡山県民の皆さんにはぜひですね、要望書の署名、20名か署名がありますので、これは一つあのご記入いただいて、秘密はしっかりありますので、ちょっと、まあ、2、3件していけば、家族を増やせば、もう十分いけると思いますので、そこに置いてますから、手元に寄ってない方は、本部の味に置いてますから、これをあのお持ちいただいて、一つご協力のほどもお願いいたします。まあ、日本会議の会員とか、このご夫婦人やらお持ちいただいても結構ですし、一つよろしくお願いいたします。今日は長時間、ご清聴ありがとうございました。これをもちまして、回答いたします。ご協力お願いいたします。お直りください。ありがとうございました。